今ラスト見えなかっただけで満足ですわ僕は。中尾ら。はいはいはい、はい、メドベイの体スキャンのところで高田さんです。なるほど。はい、アルマオラフは絶対無理です。そうですね、うん、アルマさんは僕も無理だと思う。いやあれ、お金城取れる方は慎太郎さん。いやていうかね、魚ね、原産以外の城全部取れます。お原産以外の城全部取れるんだと、マジ。ちょっと左に高田健士と源さんがメッドウェイに入っていて、アドミンでそれを確認しています、はい、ちょっと左行ったの源さんと高田健士がいなく、はい、下に行って、アドミンをずっと見ていて、はい、エレクトリカルストレージにしかいなくて、で、はい、メッドウェイに2人いる状況下で、メッドベイ1がずっとついてる状態で、ゲンさんがカフェテリアからアドミンの方に入ってきました。で、僕はアドミンから出ておらず、竹尾さんとアドミンの下の方ですれ違っているので、下っていうか、トノジの下の方ですれ違ってるので、反抗ができるのはゲンさんしかいません。強いなぁ。強いなぁ。ってことは高田さんが停電終わって、その後もずっとメッドベイにおられたってことになるんですけど、長すぎません？初動のキル、初動キルか。初動キルしてもう一回私が見に行ったってことですか？そう。ってことじゃないですか。まあ時間をさせるって。でもゲンさんが対抗に挙げられるのって魚さんしかないんです、ね。名屋さんって石の弁当とエレクトリカルの弁当までは見えると思うんですけど、メッドメインの弁当って見えてました？あの位置。見えないよ。エレクトリカルは見えない。交通整備しかしてない、交通整備しかしてないから弁当見てないよ。はあ、マジかよ、マジで。クビですよ、もう宇宙警察。タスクやらずにあそこ行ったのに。俺がね、さんさんがそこまで断言されるんだったら、もう私目線、魚さんしかなくなっちゃうか。ね、ちなみにね、僕はスケープでもいいと思ってる理由が、僕の目線、原産がもう 100% インポスターなので、はい、残してキルしてもらった方が、もう一人の容疑者1絞れるから、残してもいいと思う。いや、でも原産が生まれてるから。じゃあ、120秒ぐらいボタン押さないでください。あばれ。120秒絶対押さないでくださいよ。回転切り使うから、ゲンさん、うん、入れるんやんけ。あれ、スキップ2本はしまった。2本目入れるんやんけ。スキップしてる。こら強すぎるよ。確かにエレクトリカルストレージにめっちゃ溜まってたから、そらそうなるわ。今誰だ？これ停電治んねえな。今誰だ？今
エレクトリカルの弁当のところでアルマくんが死体で発見されておりました。はいはい。あ、すみません、あの藤宮さんも多分アドミンで死んでました。あの、ああそうですね、はい、ちなみに40秒ぐらい前にはありました、ね、みんなやばいっしょ。ね、一応ね、オラフくんとアッパーエイジあたりですれ違っていて、セキュリティをそのちょっとその後に見たんですけど、そのカメラに映ってる範囲には死体がなく、ね、リアクターの左上の数字のタスクのところで誰かとすれ違っている、ね、あ、僕と慎太郎さんが多分リアクター最後覚えゲストだと思う。なるほど、ね、で慎太郎くんと被ってたかな俺は。そう、数字上タスクやってました、魚さんでその後にやって。魚さんはメッドベイからリアクターまで僕と一緒なので2キルする時間はないんじゃないか。うん、ないっすね。藤宮さんがどこで死んだんだっけ。アドミンです。アップロードらへんです、ね、で40秒ぐらい死んでる。40秒ぐらいだから逃げるですね。30秒ぐらいかな、ごめんなさい。その時アドミン見たんですけど、エレクトリカル2だったんで、インポスターと死体だったのかな。じゃあ魚さんは行ってないんじゃないかな、エレクトリカル。まあ魚さんさっきのあれでもかなり素人だから。うん、俺あれで原さんとの相方としてやったらさすがにやばい。やばいですね。やばい、すぐに頭おかしい。あんなやられたら発信出るもん。まあでもタスクでいいんじゃないですか。そうだね、あの、うん、停電直すためにこのままタスクでやってたので、ね、扉閉まんないし、うん、タスクやりましょう。そうっすね、あの僕がレポートしなかった理由って試験官やりに行ってたんだって、うん、ちょっとやってからレポートしようかなと思ったんですよね。、うん、時間無駄になっちゃうんで。慎太郎さん誰入れました。スキップですか。オラフ君に入れた。あ、僕なんすか。うん。まあ、まあここはもうタスクでいっか。まあ、手で直さないでいいんじゃないですか。もういい反論するのないよ。なんでこういう状況なんですかね。確かにね。だからリポートした理由はね、タスク量をどれぐらいか見たかったってのは。あ、いいと思う。あ、いいですね。まあ、もう終わるぞ。メドベイに。もう全員来てんじゃん。コミュニケーション怪しいよな。あ、魚さんか。まあオラフくんかな、動き的には。セキュリティ、オラフくんが、オラフくんが直してるじゃん。はーい、あのセキュリティで赤いお肉が転がってましたね。なんだアッシュさん笑復活すな。アッシュさんは笑ってる。アッシュさん、すいません、すいません、すいません、聞こえた。誰か、タキオさんはないっすね。うん、魚さんもないかな。だ誰が死んでるんだっけ。アッシュさん、アッシュさんがセキュリティ、セキュリティ、はいはい。セキュリティについてて、うん。まあ死ぬならセキュリティだろうなと思って行ったらカメラの前に死んでました。ああ、なるほど、うん。あれちょっと待って、エレクトリカルの直した人誰？はい、僕です。あ、オラ君。じゃあオラ君じゃない、はい、そうですね、僕もそう思いました。だって、竹尾さんがないってオラ君から証言出ていた場合って、はい、明夜君なんだけど、明夜君があの状況からセルフリポートになるんだよね。そうです。リポートする必要性が全くないと思っちゃうんだけど。いやもうそれはもう僕が一番疑われてたんで、僕になすりつけるためにここでレポートしたらもう絶対みんな僕に入れるんで。じゃあオラフ君ってタスク全部終わってるっていう感じですかね。いや終わってないっす。え、それおかしい、俺だって終わってないんだもん。まだどういうこと。え、別におかしくなくないですか。え、エンヤ君終わってる。終わってますよ。タキオさん終わってる。終わってます。
え、だってメモリゲージもあと1ミリぐらいでしょ。じゃあもうスキップでよくないですか。スキップでもいいけど。まあいいけど。停電を直したことによって。そう。なんで終わってないのに停電直してるんですか。ラフ君は。終わってないの。おかしいな。停電を直してることなんですよ。確かに終わってないのに停電を直すのおかしいですね。なんかやっぱサボタージって直さない方がいいんすね。わかります。そういうことか。一応僕スキップにしときます。まあ僕もスキップにしときます。入れていいっすよ。え、なんで？ドラクエさ？いや僕やだ本当に。大丈夫よドラクエ。おじさん二人がいじめて。いじめ。いやいやいや、もうしゃあないです。いや、あれはさかなさんが強かったっすよ。ドラッグいじめんのやめてください。心が痛かったよ、俺は。本当ですよ。かわいそうに。かわいそうに。サボタージュ直しただけじゃないですか。すごいな。サボタージュ直したら泣かされるってやばい。展開から見てたけど、レポートマジみんなしでえなと。マジでこれもレポートした。狂気だよ、狂気。すごかったよ。足湯さんが。死体無視してカメラ見てたもん。いやもういやもうなんか銀さんが釣られた時からなんか察してたんですよ。何かが始まる。そうなんです。一番最初に停電に着いたの僕で、みんなスルーしていくんですよ停電を。そのパターンね。ラフによく当たるなその役目。なかったもんな。もういいっすね。タスク鬼のように進んでたから。原作何もできないからどうするんだろうな。だからもう私初めてですインポスター引いた時いつも無言なんですけど初めて喋りましたよ。霊界に喋りに来てた。貴重な感じになったんじゃないですか。結果的に。ああすごい。もうてか足湯さんだけはまともだと思ってたのに。びっくりしたな。明日レポートするんだろうなと思ったら一瞬死体の上らへんで止まってカメラに向かってた。ちょっと。いや早めた方がいいやろなと思ってタスク。ああおもろ。